怪文書です。私は来月で30歳になります。メルブラを真面目にやり込みたいのですが、昔から一緒にやってたやつらがみんなとっくに引退か結婚してしまって、メルブラを続けるのが私しか残っていません。メルブラ新作出たんだよと誘っても、あの中二のやつでしょとか言われて、完全に過去のものと扱われてしまいます。辛いです。私はゲームをしていいのでしょうか。カモネちゃんはどうやってその年でゲームのモチベを維持しているのでしょうか。案に俺ディスられてるのか、これもしかして。案にディスられてない、これもしかして。怪文書っていう、なんだろう、盾と一緒にさ殴ってきてない、これ大丈夫。これまあ、ざっくり言うと、いい年こいていつまでゲームやってんだみたいなね。おい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 、火力が高すぎるだろ、やめてくれたまえよ、やめてよまあ真面目なお便りだと思いましょう、ここはね。まあ、この年でゲームのモチベを維持しているのか。ゲームってさ、モチベーションを維持してやるものでもなくない？なんだろう、まあ好きだからやってるみたいな。あ、まあでもあれか、この人は結構あれか、ちょっとやり込みたいなみたいな、格ゲー真面目にやり込むぞみたいな時に、同じぐらいのテンションでやってくれてる人がいなくて、うーんってなるやつですよね。やっぱね、そういう時は同じぐらいのモチベがある人のところに行かないといかんのですよね。例えばさ、まあ、配信してる人とかがさ、よく配信してる人同士でコラボとかするじゃない。あれってもちろんね、見てくれてる人数を増やしたいとかさ、いろんな理由があると思うんだけど、まあ同じ目標を持ってる人同士で切磋琢磨っていうね、言葉がありますので、そういう感じで同じようにやってる人をさ、新しく探すっていう感じが、まあいいよなとは思いますね。なんかそうしていくとね、結構新しい出会いも増えていって、まあ、そのうち自分がその業界で最年長になっちゃうと思うんですけど、なっちゃうとは思うんですけど、別に良くないみたいな、何か良くないことでもあるのかみたいな気持ちあります。なんかとりあえず俺がゲームのモチベをどうやって維持してるかなんだけど、なんだろうね、まあ、もちろん俺がその一番ゲームのモチベがあった時期っていつだろうね、わかんない、今かもしんねえ。まあまあまあ、例えば大学生ぐらいの時とかね、起きて、ゲームして、起きてゲームして寝て、起きてゲームして寝てって感じだったんで、まあ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 、ゲームしかしてなかったんで、まあある意味モチベは高かったかな。モチベっつうか時間が長かったかなとは思うんで、それに比べりゃ今って減ってはいるんですけど、なんかやっぱ取り組み方が変わったかなとは思いますね。昔はがむしゃらにやって筋肉鍛えていく感じでしたけど、最近はなんだろうな、まあ、頭の中で結構考えて、でこういう風にやったらええかなみたいなのをぼーっと考えておいて、でちょっと週末試してみようみたいな、なんかね、その目標設定と課題設定と、まあ、ちょっとずつやっていくみたいな、なんかそういう遊び方が増えたかなと思いますね。かな。うん、まあ、とりあえず俺の周りは、まあ、なんなら俺より年上だけど、まだなんなら毎日というか、まあ、週末とか結構格ゲーやってる人、ゲームやってる人全然いるんで、でそうだね、普通に家庭を持ってる人とかでもやってたりするんで、まあ、付き合い方をうまく変えていくって話になると思うんですよね。俺は普通に何だろう、独り身なんで何も気にせずこう好き勝手やってますけど、まあ逆になんかね、制限が生まれると空いた時間でちゃんとやろうみたいな感じになるんで、結構強くなれるっていう人もいると聞いたことがあります。一説によるとね、
一説によるとそういう説もあるらしい。ほんまか？ほんまなのか？ちょっと私のこう見てる向きがちょっとどうかと思いますね、これね。まあいいや。はい、とりあえずそういう感じで回答とさせてください。これちょっと火力が高すぎるんでこの辺にしときましょう。はい、お便りいただきありがとうございました。